失敗しない飲み物の取り方、普通に取ると、そんな時は波打ち際の砂浜に穴を掘って海水を使って水をため、先ほどの水たまりの前に飲み物を置きます。次に飲み物や海の青色を鮮やかに撮影するために矢印をつけた上のアイコンをタッチして、下の項目からカラーフィルターをオリジナルからビビットの冷たいに変更します。その後背景と飲み物のバランスを整えるために倍率を 1.5 倍まで上げ、夏らしい明るい仕上がりの写真にするために白飛びしないギリギリまで光を取り込む量を増やしたいので、矢印をつけた下のプラスマイナスのアイコンをタッチして露出を 0.7 まで上げます。次にレンズと水たまりの距離を近づけ、綺麗なリフレクション写真にするために iPhone を逆さまにし水面にレンズを近づけます。構図は赤い線で印をつけた中央の横の線に実際の景色と反射した景色の境目を配置し、シンメトリー構図にし、青い線で印をつけた縦のグリッド線上にまっすぐ立てた方の飲み物を配置し、3分割構図に調整し、反射したものも入れ全部の飲み物を使って三角構図に調整します。最後にフォーカスがずれてしまわないよう画面を長押しして A ブロックし、好みの明るさに仕上がるよう太陽マークをスライドさせ明るさを調整して、今回撮影した写真がこちら。